はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は開幕評価初の一桁順位へ、待ちのだけではない今年の湘南ということでベルマーレ編ですね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、開幕ね、サガン鳥栖相手に大勝した湘南ベルマーレ、いやーね、町野だけのチームではないっていうとこを証明したんじゃなかろうかっていうゲームで、ございましたけれども、さ、今年の湘南ベルマーレ5節終了時点での、お話を、していこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、まずこちら、これが5節終了時点での J リーグの、順位表にはなってきますが、湘南ベルマーレ、試合の内容は結構いいんですよね。いいゲームが多いんだけれども、実は開幕戦以来勝利がないというところで、1勝2分けの2敗というのが湘南ベルマーレ。しかしというところで、得点数が、リーグトップタイですかね、開幕戦に、固め打ちというか、したというのもあるんでしょうけれども、9得点で現在 J リーグで、一番点を取っているクラブというのが湘南ベルマーレというところですけれどもね。そしてこちら、これが、開幕5試合の、結果にはなってきますが、開幕戦だから、サガンと伝えて5対1での勝利、そして横浜 FC には2対2、壮絶なゲームでございました。近所のゲームですね。でフロンターレにだからここで勝てればねっていうゲームでしたよね。若干ね、不運なところ、やっぱサッカーってね、運要素も絡んできますんで、あそこでねフロンターレの選手に、ボールが渡ってみたいな失点シーンにはなってしまいましたが、だからこのフロンターレ戦しっかり、勝つことができればっていう方もあれかもしれませんがね、でも内容としては全然悪いゲームではなかった、このフロンターレ戦でしたが、そこから京都、福岡に敗戦で、福岡に関してはね、後半、アディショナルタイム、あそこで逆転負けをしているんで、湘南からしたらちょっと悪い流れが、実はこの、フロンターレ戦のだからの失点のシーンぐらいからなんかこううまくいってないなっていうシーンが実は増えている印象もありますけどもね。そしてこちら、これが、湘南ベルマーレの収録日時点での数字にはなってきます。でこの辺の数字というのはデータ更新が行われれば変化が、起きるということなので、もしかしたらこう動画がアップされる頃にはですけどもね、変更になっている可能性もありますが、一応収録日現在での数字というところで、チャンス構築率が2位なんですね。いや、しっかりねチャンスというか得点も決めきることできていますし、でチャンス構築率という数字にはなってきますが、もちろんどんだけねこれ得点機会を、作ったかという数字なんですが、やっぱこう他の試合とかね、いろんなゲームを見ていると、しっかりやっぱチャンスは作って、ゴール前で迫力、なんかこれ大きいんじゃねえかみたいな、シーンを作っていますよね。だからこうね、なんていびつな感じというか、内容はいいんだけどなんか勝てていないよねみたいなゲームが多い印象があります。やっぱこうしっかりチャンスを、作っているからこそ、あ、湘南のサッカーってめちゃくちゃ進化してんじゃんって思う反面、なんかね数字以上に結果がついてきていない感じがするというのが、やっぱりディフェンスフェンス面から下の方にはなってきますけども、やっぱ非チャンス構築率ですね。逆にどんだけ相手にチャンスを作らせたかの数字が15位、そして非シュート数、実はシュートも打たれているというのが湘南ベルマーレの数字にはなってきますんで、この辺の失点率とかね、細かいデータ数字のところにはなってきます。この辺がなんかこうね、上の方なんかうまくいっているようで、でもなんか結果がついてこないというのはこの失点のところかな。このねピンチを迎える回数が多いとか、その辺がちょっとねこう結果と内容が合わさってない感じがするの要因の一つかもしれませんけどもね。で、得点パターン失点パターンで見ていくと、いや結構得点パターンも、多彩で、クロスから得点が一番多いですけども、しかし、パスね30メートル、未満からのパスもしっかり決めているというのが湘南ベルマーレで、失点のところに関しても逆にクロスから、3失点しているんでね、この辺をだから、どう改善するか、中での守備ですよね。クロスに対してどういう対応するかどうか、そしてやっぱこぼれ球からも2失点しているんで、ゴールキーパーが弾いた後、その後のセカンドボールの処理とか含めてですけれどもね、この辺はちょっと改善点にはなってくるかもしれませんけどもね。そしてこちら、これがスタッツですね。90分間換算の、スタッツにはなってきますが、枠内シュートがリーグ1位。ただこの枠内シュートに関しては開幕戦で相当荒稼ぎしているはずなんですね。多分ね、2桁10何本ぐらい、枠内シュート数があったと、思うんですけれどもね。だから開幕戦がやっぱりね、良すぎた湘南ベルマーレからすると、開幕戦がめちゃくちゃ良かったからね、いい数字が残っているというのもあると思うんですけれども、以外で言うとクロスの本数がリーグで、6番目に多いんで、最後ね、しっかり
ばクロスを上げることができている。だからこそ、ね、さっき言った得点パターンで言うと、クロスからの得点が一番多いというところにはなってきますね。でインターセプトの数も8位、そしてやっぱり湘南のサッカーって、ね、30メートルライン侵入回数とかエリア内侵入回数というのがこれ過去の数字から見ても確か高かったんじゃ、ないかと思います。やっぱこう湘南のサッカーってボールをつないでいくというよりもやっぱ人を走らせる、ボールも走らせるし、人も走るというのがありますんで、しっかりエリア内でプレーすることはできているんだけれどもというと、こう最後のところをどう決めきるかというのは確かに課題にはあるっちゃあるんだけれど、やっぱりこう数字で見ていくと魅力的なサッカーは、しているという証明にもなるんじゃなかろうか。やっぱりこう30メートルライン侵入、まあ、ファイナルサードのところですよね、そこを超えることもできているし、エリア内で、要はゴールに近いところでプレーを湘南ベルマーレは今年、特にすることができているというチームになってきますんで、まあ、それは見ていて面白いようなというのは、ありますけどもね。そしてこちら、これが、湘南5節終了時点での、まあ、主なスターティングメンバーですね。左に出しているのが主なスターティングメンバーにはなってきますがね、本当衝撃の開幕戦というところで、本当ゲーム内容も結果も全て良かった開幕戦、まあ、だからこそあそこでぐっと、ね、期待値が上がって、その後も別に内容は、ね、悪くないんだけれども、なかなか、勝ちきれていないというゲームがあって、この2試合はしかしちょっと調子を落としている感じがしますが、まあ、ここから湘南ベルマーレがどういう風に、上がっていくことができるかどうか。今年だからもう目標がクラブ最高の8位かな、8位か1桁順位というのが確か湘南ベルマーレの、今年の目標だった感じがしますけど、もうそこに向けて僕は十分狙えるんじゃないかと思います。それがやっぱ魅力的なサッカーをしていますし、こう上との差も湘南ベルマーレだいぶ詰まってきましたよね。これまあ戦力的な意味で言うと上との差だいぶ縮まった感じが、します。でなので、まあ、開幕戦みたいなゲームってなかなか再現性は難しいと思うんですね。あんだけやっぱりうまくいくっていうのは1年間通して、ね、何試合かあるかどうかっていうところと思うんだけれども、やっぱあれに近い形は今後再現していってほしいですよね、うん、それぐらい開幕戦は本当良かった湘南ベルマーレにはなってきますし、フロンターレ戦とかも全然悪くはなかったんで、まあ、1、2、3節ぐらいかな、3節ぐらいまでのゲームを安定して、継続することができれば、そのクラブの、目標である一桁順位というのは十分今年は狙えるんじゃないかとは思ってますけどもね。で、さっきも言った通り、昨年からねフロンターレ相手には結構湘南ベルマーレは、やっていて、昨年多分ダブル達成していたんじゃなかろうかと、ね、今年もねこれフロンターレ相手に3連勝できるんじゃないかというゲームを見せたんで、そこでやっぱね自信というのは絶対あると思うんです。やっぱね川崎なんだかんだでも昨年は、苦しんで、まあ、苦しんだって言っても2位ですけどもね、しかしまあそれでもそういうチーム相手にこれまで、勝ってきたっていうのはありますんで、そこはやっぱ自信にしてほしいところで、ございます。他のゲームでもねそれぐらいのゲームを見せてほしいですよね。で、まあ、だからもっと勝ち点を積み上げていてもおかしくないような、試合が多いんで、ね、さっきも言った数字のところもそうですよね。細かいデータとか見ていったときにもっとこう勝ち点を、積み上げても、ね、おかしくないっていうのがありますんで、ね、やっぱり守備のところかな、ね、さっきも言いましたけど、やっぱディフェンス面にちょっと課題があるかもしれませんね。でフォワードだけではなくて、まあ、両ウィングバックの迫力と長木選手の、巧みさって書いてますけどもね、やっぱり湘南は町野が、ね、中心のチームで一番注目をされているのは町野と、思うんですけども、まあ、大橋選手もようやく、まあ、点を、決めきることができ始めた。やっぱこうどっちかっていうと、これまでの大橋選手って僕も2年ぐらい前に見ていてね、あこの選手いいなって思っていたんだけれども、なんかこう点取り屋っていうよりも、まあ、1.5 列目とか、トップ下のはこの選手はチャンスメーカーとしてね、チャンスメーカーとしてやっていた方がこの選手は、まあ、長くやっていけんじゃねえかとか勝手に思っていたんですけれども、まあ、今年は開幕戦でもしっかり、点を取っていて、でも確か怪我をしちゃったんじゃなかったかな、ね、大橋選手その後の試合で怪我を、してしまっていたっていう話を多分聞いたと僕は、記憶にしているんですけれどもね、まあだからやっぱこう調子がいい選手はなんか、ね、怪我しがちっていうのはよくある話ではありますけども、てのありますんで、町野選手だけじゃなくて、まあ、それこそさっき言った大橋選手とかもそうですし、平岡選手もそう、小野瀬選手もそうということで、やっぱこう湘南ベルマーレチーム全体が、ね、レベルアップをしている今年じゃないかと。特に石原選手とねこれ、両ウィングバック石原畑、そしてアンカーの長木選手ですよね。で長木選手確かね、なんかのインタビューかなんかでバラタ選手のプレーを参考にしてるとか、なんかバラタ選手にこうね、アドバイスをしてもらったとか、なんかそういう話は、聞いたんですけれどもね、それもだからなんかうまいことをね、やれている一つの要因かもしれませんね、今年の、長木選手に関してはですけれどもね。
で町野が爆発すればもう目標の一桁順位達成もって、書いてますけどもね、まあ、町野に関しては確かに得点も決めているんだけどもやっぱこう、ね、町野選手が、出ている時間帯とか見ていると実際もっと得点を決めていても、おかしくないというのが僕の印象なんですよね。もちろんねアシストも決めていますけども得点に関してはなんか実際のゲームを見ているとあそこ決めてほしかったなというシーンが実は何回かあったりとかするんでね、それぐらい町野選手はゴール前での、まあ、ポジショニングですよね、まあ、実際こうシュートシーンまで迎えることできているんでそういうポジショニングしっかり自分が、ここでボール受ければシュートまで持っていけるみたいな絵を描くことができているんであとは決めきることができるかどうか実際もっと得点が伸びていてもおかしくないぐらいのチャンスは町野にはあったと思うんで、ね、そこをしっかり今後、決めきることができるかどうかというのはもう一皮向けるか、どうかの、まあ、境目になってくるんじゃなかろうかというところですよね。で、まあ、そんな中で誰よりもやっぱ成功した補強選手でいうと間違いなく小野瀬ですよね。今年の補強に関して小野瀬が本当ね当たってます。本当間違いなく小野瀬が、ね、開幕戦のゴールもそうですけれどもねこの小野瀬の活躍というのは間違いなく今後の、湘南ベルマーレが浮上していく中では、必要不可欠というところですね。本当は右ウィングバックとかで使われるんじゃないかと思われていたんですけれども今年はまあこのポジションで使われていくということなんでこの小野瀬の活躍いや本当当たってます。間違いなく、ね、チームの中でも異端な、プレーを見せておりますんで本当巧みなんでガンバ大阪を、ね、あの契約満了に、なったか分かりませんけどもねというのがありますん でこの補強成功選手としては、間違いなく小野瀬の存在はあると思うんでこの小野瀬の活躍というのも今後注目していこうと思ってますけどもね。はい、そしてじゃあ今後の注目選手でいうと高橋選手かな。あのアンカーでルヴァンカップですよねプレーを、していた高橋選手もボランチとかアンカーのタイプにはなっていくと思うんですけどもいや良かったんじゃないですかね。特にルヴァンの浦和戦がデビュー戦になるんですかね、うん、確か浦和戦でデビューだったと思うんですけどもねいやアンカーとして、ね、浦和レッズのこの攻撃を、十分封じていましたしなんか中盤でやっぱ180センチの選手がアンカーにいるとやっぱ迫力が出ますよね。やっぱこう最近ってかやっぱなんかこうね日本人のボランチってやっぱ背が低い選手が多くてなんかこう大型のボランチっていつの間にかセンターバックにっていうのがありますけども、うん、こう高橋選手みたいに180センチでアンカーできる選手であればですけどもね割とこれ貴重な人材になるんじゃなかろうかというのがあります。やっぱこう高橋選手みたいに背が高くてで多分この選手は危機察知能力とか、まあ、潰し屋みたいな選手本当守備のところで、貢献できるタイプのアンカーと、思うんでちょっとこの選手が今後、どういう風に伸びていくかというのは注目していこうと、思っておりますね。まあ、リーグ戦は京都戦のみですよね。確かそんな長い時間じゃなかったと思うんですけどもね、京都戦でリーグ戦デビューは果たしていますんでこの高橋選手がどういう風に今後、成長していくかというのは注目してみていこうと思いますけどもね。はい、ということで以上になりますね。以上パルプンテジェルサッカーチャンネルのつっつんですよかったチャンネル登録します。さら喜ぶよ。